どうでしょうね、やってみよう。音波プレイ。シンゴがアコースティックギター弾いてみた。ギターはですね、ずっとこの何年間かつよぽんが、草薙剛がもうハマりにハマって弾いてるので、すごい近くでずっと聴いてるんですけどね。自分はね、三谷幸喜監督の有頂天ホテルっていう映画の中でギターを弾くシーンがあって、そこでちょっと練習したことがあるのと、でも2本ぐらい持ってますね、いただいたやつ。雰囲気雰囲気雰囲気で生きてきた男、雰囲気。これも知ってるわ。この3つ先生、この3つは何ですか？まず初めのこれが D っていうことです。これが D。 あ、そうです、 D コードっていうやつですね。これは、はい、一番上は、あ、一応、6弦は、親指でちょっと触ってミュートっていうのをやるんですけど、あ、そうですね、これを押さえるんじゃなくて、あ、そうです、触れるみたいな、あ、そうです、触ってるみたいな、あ、これ、はい、それがミュートっていうんです。D、 はい、そうです、 D です。で、次は G。 これは、あ、それ E マイナーってやつですね。この時も一番上は、あ、この時は6弦はそのまま弾く、はい、あ、そうですね、全部弾いてもらって、そうそう、6弦は1弦も全部弾いていただいて、うわ、もう痛い見てもうすっごい痛いよ。今何分？2分ぐらい。すごいな、こんな痛いもんなんだ。Eマイナー。D、Eマイナー。あともう一個僕ができたのは何ですか？あ、これ G ですね。D、 じゃあ G、 そうそう、 Eマイナー。何でしたっけ？ D で、6弦一番上をミュート、はい、あ、そうそう、途中さっきあの C も、慎吾さんが、あー、なんかやろうとしてたやつですか、はい、あれが C コードですよ。あれもC はどこからですか？5弦、6弦は弾かないでですね、5弦をこの薬指で、一番こっちは何て言うんですか？あ、これ1フレット、2フレット、3フレット、123右側にの、これは、薬指、3フレットの、そうですね、3フレット123フレットの5弦を、5弦を、そうですね、薬指で、で次は4弦の2フレットを中指、4弦の2フレットを中指、これだ。 で最後に、2弦ですね、下から2つ目の弦を人差し指で、はい、これ、あ、そうですね、これは C コードです。これ、あ、そうですね、あ、はい、すっごい痛いだんだんちょっともう一回取って、これ
あ、けどすごい綺麗に押さえて、音も綺麗になってるんで。耐えられない。痛え、これ。これでどんどんやっていくと硬くなるんですよね。あ、そうですね。もうへこんでいくんで、だんだん。なんか草薙が言ってたけど、ちょっとギター弾く時間が減ると、はい、それだけでももうここがなんか柔らかくなっちゃって、痛くなっちゃうって言ってました。はい、そうです。足がね、はい、あ、このぐらいにしてたいんだけど、ずっとだとここが辛くなるんですけど。そしたら例えば足をちょっとこういうんじゃないか。あ、はい、そうすると多分こうなるんで、ボディもすごい見やすくなって。あ、よく強ポンこんな感じでやってる。はい、そうです。これの持ち方は？あ、ピックはですね、まあ、この親指と人差し指でこうやってちょっと支えていただいて、そうです、そうです。で、これをちょっとこう、つぼむような感じで、2本指入るぐらいの隙間を、ここに？はい、当てていく。これをあまり握りすぎると、こう、すごいガチガチとした音になって、逆にこう、隙間がありすぎちゃうと、ピックがポロッてすぐ落ちちゃうんで、多分2本指ぐらい、2本指。そうですね、開けてもらう。で、あんまりこうグッとしないんです。あ、そうですね、多少ちょっと隙間を開けて。あ、そうですね、そんな感じで。何でしたっけ？ D コードです。D。D、E です。D。なんで覚えられないんだろうな。そうそう、結構いろいろ覚えられる方なんですけどね。難しいですね。ちょっと D そうですね、 D はこの下3つと上ミュート。そうですね。 E マイナー。あ、素晴らしい。 E マイナー、マイナーって小文字の M をつけるんですけど、 E マイナーで、うん、寂しい、こう、さっきのやつ、明るいやつだと、さっきの D は明るい音なんですけど、これはなんか明るい感じです。で、これを例えば1弦ちょっと半音下げると、こんな感じで暗くなっちゃうんで、これがメジャーとマイナーなんですけど、うん、さっきあったあの E が、あの E マイナーっていう感じ、暗い音みたいな、和音ですね。暗い和音っていう感じなんで。あ、そうです。哀愁漂う。さよなら。悲しい。こんにちはみたいな。そうそうそう。本当これが G。あ、そうです。先生ちょっと、その4つを言ってみてください。はい。先生が言ってくれたやつをやってみます。G、はい、じゃあ E マイナー、じゃあ D、それやってますか？D さっきの始めの、あ、そうです。でまたじゃあ G、はい、これは、あ、それ E マイナーで、 C は今やってなかったんですけど、これがあのよくその3コードっていう中の、はい、まあ、中のちょっと使われるコードの中でもあるんで、ちょっとこれをこう、みたいな感じでやると曲っぽくなるんで。奥さんの通称はやってるのか。痛い。もう今の綺麗ですよね。綺麗です。
C、D、Em。はい、雰囲気で、人生雰囲気。雰囲気で生きてるんだから。雰囲気と勢い。俺は弾ける、俺は弾ける。音波プレイ。よし。それでは、やってみましょう。入ってください先生。よくできました。すっごい痛い。次回の音波プレイは、シンゴがキーボード弾いてみた。指が動かないシンゴ、そのわけとは。何か押せない理由でもありますか？Thank you.